ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうも、私、ヨーロッパ企画で俳優をやっております中野宗則です。そして藤谷理子です。KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオをお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ大変なね状態になってますから、コロナで、まあ移動するっていうのもなかなか困難なね、昨今でございますから、今回ちょっとブロードウェイラジオはテレワーク収録、リモート収録というのでしょうか。京都に私長野がいまして、はい、そして藤谷が東京が、東京におります、はい、おるなすという、はい、それをまあパソコンなり何なりで今つないで会話をしているというような状況です。そうですね、まあ、できるもんなんですね、こうやって今ラジオがなんとなくね。そうですね、まだちょっと慣れてないですけど、慣れてない、なんせタイトルコールが噛み合ったか噛み合ってないのか、ちょっとやっぱり微妙なね時差を感じながらやりましたけどね。そうですね、あの時差もありますし、ありますし、お互いの声が、はい、プツリプツリと、あ、そうですか、はい、ラジオ的には大丈夫なんじゃないでしょうか。そうですね、はい、お聞きいただいてる分には、うん、まあさほど違和感はないかと、うん、はい、まあ、非常に新鮮な気持ちではやっております。そうですね、はい、まあ、そうなんです。これがもう主流ですからね今の。そうですよ、なんかね、ズームとかいうさ、でこの何か会議とミーティングアプリっていうんですかね、ミーティングもするし、ね、演劇もしちゃってるんでしょこれで。あ、そうそうそう、うん、ね、すごい。だからさ、しばらくはこの、まあ、ズームなり、チームスっていうのもあるのかな、あとね、そういう何コミュニケーションアプリを使ってなんかや、はいはい、いろいろやるんでしょうね、テレワークを、うん、テレワークをね、はい、うん、どうお過ごしなんですか藤谷さんは。あ、私ですか、まあ、うん、引きこもってますよ。稽古していた舞台が、うん、の延期が決まりましたので、うん、稽古もなくなりまして、ひたすらお家で5時間かけてミートソース作ったりしてますよ。いいですね、それはそれでまたね、あの豊かな時間な気がしますよね、うん、いやもう私いつ勇敢マダムになったのかしらと毎日思ってますよ、うん、はいはい、そっか、はい、平気な方なん引きこもり生活は。私ね、もう全然平気だと思ってたんですよ、はいはい、実際、うん、ちっともその、うん、苦痛ではないんですよ、その家にいる時間っていうのが、うん、そんなにね、うん、お友達もあの多い方じゃないので。あ、そうですか、はい、ね、なんですけど私本当に生まれて初めてあの、うん、人に会って人と喋りたいって思いましたよ、うん、この期間に本当に、はいはいはい、生まれこんな感情を味わう日が来るとは思ってなかったんで、うんうん、大切なことに気づかされてますよ、うん、日々、うん、私は。そっか、長野さんは京都に帰られたんですよね、うん、そうなんです。だから本当にね、ことごとく映像の現場が4つ、うん、あと舞台が5月に予定されてた、はいはい、まだ発表されてない舞台があったんだけど、はい、でももう割と4月上旬には中止が決定して、あら、うん、自分が症状出てないけど感染してる可能性があるっていうような、はいはい、まあ、コロナウイルスじゃないですか、はい、だからそれでもう自分の家の2階に隔離して自分はいはい、はい、自らを、はい、はい、トイレお風呂以外は降りない、その下のリビングとかに降りないっていうね。まあ、小さいお子さんいらっしゃいますしね。そうそうそう、移していけないっていうので、ね、うん、やってましたよ。だから部屋出るときはマスクもちろんして、で手袋して降りて、うんうん、手袋大事って言いますね、うん、大事とか言うでしょ、うん、うん、でやったりして、東京から帰ってきて服洗濯するわとか言ってたんですけど、はいはい、いや待ってっつって妻が、はい、熱湯で80度の熱湯でウイルス死ぬらしいからつって、もうネットザーバーかけて
服にここまでするのかと思って、うん、うわでそれが毎日続くんですよ。毎日熱湯消毒、服を外出たらその日着た服をね、あら奥様、うん、奥様って 言っちゃった。奥様はもう徹底して家族を守るっていうので、まあ、僕ももちろん戸惑いながらやってました。あで、まあ、まあ今はもうちょっとね徐々に緩めてきてるんですけど、しばらくはね楽しかったんですよ、うん、あ一人の時間がですか。一人の時間が大学生の頃に戻ったようなね、はい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 、錯覚をして。でもそんなのもつかの間ですね。そう長く持たなかったな、この一人が楽しいっていうのって。このラジオがあってよかったなと思いました。ちょっとあもう私は本当に人とこうやって途絶えちゃったかな、面と向かってですよ、まあ、これはもはや面と向かってですよ、うん、面と向かって喋る、いつぶりだろう、うん、1週間は絶対経ってますよ。あ、ね、そういう方も多いでしょうね、うんうん、だから俳優っていう時間がさ随分なくなっちゃったから、うん、演じるっていうことがなくなったから、うん、なんかちょっとそれがもぞもぞしちゃって、うん、でもラジオドラマが唯一今、うん、かけがえのない自分を俳優たらしめる時間になって、あ、うん、確かにすごい救われたなと思いましたね。未練がましくというかもう、うん、ずっとそのやってた舞台の台本をやることないから、はい、ずっと読んで、はい、ずっとなんか考えちゃうんですよ、はい、なんかそれもね役作りとか、うん、そうどうやるかみたいなことを考えるのは別にいいんでしょうけど、うん、そうなんだ、なんかキュッと切なくなるというか、うん、久しぶりに違う台本、うん、本当に必要なというか、うん、世に出る台本をね読んで、あそっかそうだよね普通世に出るんだもんね、僕ら台本をもらったらさ聞いていただけるね、そうまた上演できる日を、はい、僕らはこの自粛をして耐えながら待ちましょう、はい、待ちます、ね、はい、はい、切ねえ切ねえね切ねえですよ、ね、毎日毎日、うん、切ねえですよこれ、はい、お便り読みましょうかね、はい、はい、お便りをお読みしますよ。ラジオネームさこみさんからいただきました、はい、感想とご提案ですということで、はい、うん、四弁当飛行本当に面白くて楽しくて大好きなラジオドラマでした、はい、私の好みにピシャッとハマるラジオドラマでどっぷり浸らせていただきました。余談ですがラジコで、うん、YouTube で四弁当飛行を聞き直しまくっている日々で夜の眠りにつく BGM として朝の目覚まし代わりにも聞いています、うん、お風呂に入っている時も聞いていて、ああ今日も疲れたと思いながら目を閉じてしまったのですが、うん、おい起きろ、こんなとこで寝ると風邪ひくぞという唐揚げくんの声が聞こえた気がして起きました、はい、重症です、うんそんな幻想から唐揚げくんとリコの目覚ましボイスが欲しいななんて思ったりもしました、はい、この前長野さんと土佐さんがご出演された小川沙羅さんの生配信番組や、はい、暗い旅でこの前やっていた YouTube ライブを見ていて、はい、ブロラジも機会があったら少しの時間で構わないので、はい、ライブ配信していただきたいなと思ったのですがいかがでしょうか。300回放送記念とかでご検討いただけたら幸いです。PS 先週の放送で長野さんがリコちゃんのゆるふわパーマの時を覚えていない様が面白すぎてスマホを前に、うん、ちょ長野さんと一人で盛大に笑いながら突っ込みました、うん、ということです。はその説はリコちゃんに失礼なね、いやどうしてしまいましたが、さこみさんはちゃんと私のゆるふわパーマを覚えててくださったんですよ、うんうん、いやいや生配信っていうご提案ありましたね今ね。はい、ありました。いや今もう生配信とかそういうことがしたくてうずうずしてますよ。そうですね、家にいる時間が多いのは僕らだけじゃないね、さこみさんもそう。そうですね、うん、もっともっと世の中の人は家にいて何か有意義な時間をね過ごしたいと思ってらっしゃるから、どっかで企画しましょう本当に。あら、もうラジオドラマがどんな風に撮ってるのかとか、うんうんうん、ね、そんなもんもうお見せできるようなことを考えていきます。ちょっとなるべくこう、ね、ラジオドラマをちょっと、ね、改革するようなね、うんうんうん、時期になるかもしれない。これはちょっと背中を押されました。さこみさんありがとうございました、はい、ありがとうございます、うん、お便りまたあるんですか。はい、ヒロさんからいただきました、
長野さん、リコちゃん、こんばんは。最近はなんだか毎日不安な日々が続きますね。家の中で過ごす時間も増えましたが、ダラダラと過ごしてしまって後悔することも多々、でもせっかく家にいるんだからこそできることをやろうと思い、断捨離したり、普段あまり掃除しないところをきれいにしたり、先日は思い立ってカーテンを洗ってみました。わ、素晴らしい。運動不足も気になるので、思いっきり真面目にラジオ体操しています。意外と疲れるものです。でもやっぱり美味しいものも食べたい欲もあり、お取り寄せグルメを楽しむ日もありました。あ、いいね。演劇会も公演中止など様々な影響があるかと思います。私も行きたかった公演がなくなってしまい悲しい、けれど状況は必ず好転すると信じて、今はできる範囲で楽しく過ごしていきたいと思っています。このブロードウェイラジオの収録もなかなか大変かとは思いますが、無理をせずできる範囲で続けてもらえたら嬉しいです。放送を楽しみにしています、ということです。ありがとうございます。いやいや、ヒロさん、あ、面白いね。カーテン洗うとか、ね、お取り寄せグルメとか。あ、やっぱさ、これラジオで知りたい。みんなこの自粛期間、どんなことをしてんのか、全然ダメダメでもいいと思うんです。ダメダメでも、あ、そうなんだ、僕もそうだったって思えて、ちょっとホッとした部分もあったし。あ、わかります、で、カーテン洗うとか、あ、確かに洗ったら気持ちいいかもと思えたし、なんかこういうなんかね、いい機会でもあるんですよね、これってね。なんかのね、こうリセット期間というか、そうなんですよ。まるっきり違うね、普段とことをする期間って、あんまり自分で得ようとして得られるものでもないですもんね。やっぱ日々のことにいろいろね、忙殺されてしまうじゃないですか。でもなんかこれは面白い。いや、知りたい。皆さんもお便り聞いてる方、ぜひぜひ教えてほしい。単純に教えてほしいです。で、それを取り入れたい。もうこそって真似をします、ね、はい。それではね、ラジオドラマのコーナー行ってみましょう。はい。今はですね、のんきーという、香川 RNC の中桐光介アナウンサーとの往復書簡で生まれたラジオドラマなんですけども、脚本は佐古光晴。はい。こちらぜひね、中盤から、香川グルメの話にもなってきますんで、はい、ぜひそこら辺もぜひ耳を凝らして、はい、耳を凝らすっていうんでしょうか、耳を澄まして、また、聞いてみてください。それでは、のんきー第3話です。開演いたします。これはキー局でも準キー局でもないノンキー局に入社したあるアナウンサーの成長記録である。阿部さん、すき焼きサッカーのコーナー案考えてきました。なるほどなるほど。キャ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 、破れてる破れてる。つまんないね。いや、だからって破ることないでしょう。康介選手さ、これはないよ。いやいやいや、この企画とかいいじゃないですか。魔球シュート、はい、ツインシュートとかタイガーショットとか、各高校にいるストライカーの魔球を見せてもらうっていう。いや、アニメじゃないんだから。え、じゃあこれは明日の J リーガーね。スカウト注目の学生に早めから密着するっていう。どこがダメなんですか。いや、なんていうかさ、キー局っぽいんだよね。え、うちじゃなくていいんだよ、こういう企画は。いや、でも、とにかく明日までね。明日、もし間に合わなかったらコーナーなしで。いまいったな。思いつかんな。コーナーなしかな。ちょっとその、どうしたんですか、街の感じやめてもらっていいですか。聞いてくださいよ、早坂先輩。嫌です。あ、冷た。お酒入るとガンガン絡んでくるくせに。あ、痛い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 、耳ちぎれるちぎれる。バラしたら潰すよ。あ、
うっす。で、どうしたんですか？いや、すき家県の企画案なんですけど、いいのが浮かばなくて。あなた、入社するときにやりたい番組があるって言ってたんじゃないですか？いや、それはそうなんですけど、俺サッカーにはあんま興味なくて。興味ないからサッカーの企画は無理だと。はい。あなたね、アナウンサーも会社員なんです。自分の好きな仕事だけってそんな都合のいいわけないでしょ。いや、それはわかりますけど。とりあえずこれ読んでください。え、なんですかこれ。当時私が勉強していた高校サッカーの資料です。いやいや、こんな昔の資料までいりますか？体系的に学ぶのが大事なんです。へー、わかりました。はあ、なるほどね。8年前に滑車高校は全国行ったんか。キャプテンは伊藤くん。今年は2回戦敗退じゃもんな。あ？え？あれ？確か怪我で途中交代したキャプテンも伊藤くんやったよな。え？なんとなくこの二人、人懐っこい平べったい顔が似とるな。そっくりさん企画？いやいや、ちゃ。寝てしもうた。今何時？おはよう。おー、安倍さん、おざます。企画できた？締め切り今日だよ。ああ、いや、でも、え、あ、今日中ですよね。はあ、こぼれたら本当にコーナーなくすから。っていうか番組からも。番組からも頑張ってね。はあ、はい。おはようございます。早坂先輩、番組から降ろされるかも。どうしたらいいですか？自分で何とかしなさい。今日は金曜か。あ、月末。あなた変なところでついてますね。え？夜になったら取材連れてってあげますから、それまでに企画考えといてください。はい。で、思いつきました？それが全然ダメで。てか、どこ行くんすか？ここです。ここって？いや、いつもの店じゃないですか。いいから。こんばんは、二人行けますか？いらっしゃい。あ、早坂さん、もうみんな集まってます？奥で始まってますよ。え、どういうこと？とりあえずビールください。いや、ちょっと説明してくださいよ。うん、後で説明しますから。はい。いや、さすがに酒はまずいっす。でも飲んどるし。かー、おいしい。今日のおすすめは何ですか？お刺身ですね。おいしいオリーブハマチが入りました。じゃあ一緒に日本酒ももらおうかしら。いいのあります？夏の夕方に縁側で風鈴の音を聞きながら眠そうな猫のあくびを見るみたいなのありますよ。じゃあそれ冷やでください。何のノリなんですかそれ。はい、オリーブハマチの刺身と冷や酒です。うわー、綺麗。え、このオリーブハマチって何？オリーブの葉っぱを食べて育ったハマチのこと。香川の特産なんよ。へえ。適度な歯ごたえとさっぱりした風味のヘルシーなハマチよ。じゃあ、よし、いただきます。プリプリ、脂もちゃんと乗ってるけど、それでいてあっさりしていて。で、ここに日本酒を。くー、しみるー。くー、
って、いやいやいや、企画企画、ちょっと、いやもう締め切りこぼしたら僕降ろされちゃうんすよ。せやてめえの企画だろ。出た、シュランモード。てめえのことはてめえで考えろ、このタカ。ちょっと取材の話はどこ行ったんすか。かけちゃん、ビール3本追加。待って、あれ早坂さん。ああ、伊藤、元気か。おお、いつも酔っ払ってますね。うるせえ。ああ、そうだ、こいつ後輩のコウスケ。はじめまして。あの新人アナウンサーのコウスケさんですよね。うわ、すげえ、本物だ。いや、僕はもう全然大したことなくて。あ、俺伊藤って言います。伊藤さん。で、お二人はどういうご関係で。俺高校時代サッカー部だったんですけど、その時からの知り合いで。へえ、伊藤さん。伊藤サッカー、ひょっとして8年前に滑車高校が全国行った時の。そのキャプテンの伊藤です。うわー、本物だ。本物。いや、早坂先輩に借りた資料で勉強したんすよ。早坂さん仕事してんすね。当たり前だろ。今年の滑車高校のキャプテンも伊藤くんですよね。あれ弟です。やっぱり顔の平べったさが一緒じゃもんな。え、いや、なんでもないです。あ、そうだ、伊藤くんは元気にしてますか。あ、弟ですか。まあまあっすね。いや、やっぱ自分のせいで負けたってのをどうも引きずっとるみたいで。あ、そうでしたか。コウスケさん仕事どうですか。あ、最近楽しくなってきました。まあ挫折の毎日ですけどね。挫折っすか。いやでも羨ましいな。いやいや、伊藤さんの方がすごいじゃないですか。俺全国とかもうすごい成績なんもないし。いやいや、俺ら初戦で負けとんで。でも1対0のいい試合でしたよね。俺キーパーだったんすけど、あれ俺のミスなんすよ。それで負けちゃって。あ、そうでしたか。その日のスポーツニュースつけるじゃないですか。そしたらいろんなチャンネルで俺のミスが何度も流れるんすよ。まあきついっすね。でもうどんテレビだけは違った内容で、俺の努力の話ばっかしてくれたんすよ。努力ですか。そう、全国のピッチに立つまでにこんな練習しよったみたいな内容で。そしたらやっぱ地元のテレビだからみんな見よって、学校行く途中にいろんな人から頑張ったねって声かけられるんすよ。へえ。なんていうか、その時に俺のミスが報われたっていうか、スッとしたんすよ。その時取材してくれてたのが早坂さんで。お、へえ。そのおかげで今でも毎月チームメートと集まってはサッカーして、その後ここで飲み会してみたいな。なんかいいっすね。いや、俺も早坂さんみたいになりたくてうどんテレビの試験受けたんすけど全然ダメで。だからコウスケさんが羨ましいんす。のんきい曲はな、どこか遠くの視聴者に向けて番組作ってんじゃねえんだよ。街ですれ違う目の前の人に向けて作ってんだ。いいこと言いますね、酔っ払いのくせに。うるせえ、コウスケ。まあとりあえず一杯飲め。先輩、俺会社戻ります。伊藤さん、ありがとうございました。おお、行っちゃいましたけど、いいんすか。遅いくらいだよ。かけちゃん、おかわり。負けたチームの選手に密着するコウスケの企画、このピッチに立つまでは、ノンキーならではの選手との近さが話題となり、一躍人気コーナーとなった。しかし番組改編の波はもうそこまで来ているのだった。最終回、コウスケに最大の試練が。お楽しみに。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。
はい、聞いていただきましたのんき第3話、脚本佐古光晴、キャストの紹介いたします。主人公の康介は私長野宗則、そして、先輩アナウンサー女性ね、女性アナウンサー早坂アナは、星野梨花さん、そしてあのチャラい、ディレクター阿部は石田豪太、そして、居酒屋で現れた、サッカー全国大会に、ね、出場した伊藤君のお兄さんね、はい、は坂井義文、が演じておりました。なんですかね、もう僕はねこの居酒屋のその音とかオフィスのその賑やかな声とか、はいはいはい、音とかそれがなんかもうすでになんかノスタルジーを感じてしまいましたよ。あそうだって確かにちょっと今聞けない音になってんですよね、あのざわめき、ざわめき、そうで、それでね僕ね今日ちょっとね聞いてもらいたいのが、はい、このノンキーのテーマ曲オープニングで流れてる曲をね聞いてもらおうかなと思ってるんです、はい、これ京都在住の若さんという方が、作ってる音楽なんですけども、若さんはピアノで演奏されてます。とりあえずこれ聞いてください。素敵な曲です。はい、聞いていただきました。なんて僕ね本当にもう香川 の、はい、あのに行った時に瀬戸内海がこうキラキラ光ってる、はいはいはい、その印象だけを伝えたんですよ。そうなんですよ、まさに私、うん、瀬戸内海を想像しましたよ、うん、聞いて、いや不思議ですねそれ本当に風がこうファーッと吹いてる感じ。そう、うん、なんかそういったねなんかこう原風景みたいなものに語りね、働きかけるようなね素敵な曲だなと思って今日はちょっと丸ごと聴いてもらいました、はい、まあ、演奏者の紹介します、はい、ピアノの演奏が、若さん、そしてバイオリンの演奏が古川葵さん、そしてチェロの演奏が大月美穂さんでございました。また来週はエンディングのテーマをかけたいと思います。それではエンディングです。宛先お願いします。はい、いつでもお便りお待ちしております。宛先は全部小文字でeurope.broadway@gmail.com europa.broadway@gmail.com です。聞き取れなかった方はヨーロッパ企画のホームページをチェックしてください。はい、といったわけでヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、また来週もお楽しみに。さよなら。